はい、こんばんは、こんにちは。 Xbox One で遊ぶファイナルファンタジーレシキ HD41 話、前回のね、続きをやっていきます。そうですね、今回はじゃーん、前回受けた瞬間じゃなくて、受けてちょっと移動して、なんかノルマ達成したみたいで、今から報告したいと思います。イエイ。だからその前回の作戦の時に結構稼げたってことですよね。イエイ。フェニックスの午後大きいですね。で、頼むが消えて、あと教室の方もね、びっくりマーク消化できました。でね、 HQ、 あと正面ですね。あ、まあいいや。ちょっとどうでしょう。ウォウォウォウ、とりあえずクポクポクポ、はあ、OK。 まあそうなるよね。なるほど、なるほどね。ハイポーション残り2日と8時間です。おっと、ストライカー、まあ受けましょうか。他学校内いないもんね。OK、 受けちゃった。あとね、この人ちょっと動きづらいな。よいしょよいしょ。おお、次の戦い、総流側の先生に出撃する。引く手には新兵器のタレットが設置されている。タレットは引く手の看板から目標を狙撃できる。なるほどね。あは、ということは、あれ、あ、ハテナマークなくなっちゃったね。わかりました。そうちょっとエイボーの方行きたかったんでね。前回パートの作戦奪還作戦の時にね、エイボーの周辺ちょっと探索っていうかね、スザク軍の方にね、占領したんで、もしかしたら町に入ればね、クエストが発生するのかなとか、そんな感じで思ってたんで、まあ飛空艇で行けるなら行けるで、ちょっと確認してみましょうか。エイボンないですね。エイボンはね、普通にすぐ右でしたよね。右側でしたよね。ちょっと地図を確認してみましょう。世界地図、イエーイ。エイボンね、ここなんで、まあチョコボでね、チョコボで行きましょう。で、6時間消費して、そのストライカーっていう敵を倒して帰ってくると、またね6時間経つんで、合計12時間、最後の1日で、それでもう一回出て帰ってきてみたいな感じでね。とりあえず依頼をもう一度確認しましょう。エイボン地方で敵部隊の目撃情報があったと。エイボン地方に残留しているというストライカーを1体倒してきてくれ。うん、なるほどね。ストライカーってロボットだっけ、魔導アーマーでなんか感じだっけ。まあいい、行きましょう。とりあえずね、チョコボ乗っちゃおうぜ。アタック。そうそのね、前回の作戦の時で、はじ、いや入れない、初めてね、チョコボで
キックみたいなね、チョコボアタックみたいなね感じでやって、なんかめっちゃ強かったですね。2000ぐらいダメージ与えてたんで入りません。こっちですね。こっからですね。エイボンは、エイボン、おっとローディング、イエイ、あそこの城も気になるね。ちょっとこの足でちょっとあそこの城まで行ってみようかと思ったけど、繋がってなさそうだな。ダメね、ダメね、ダメね。まあこのチョコもちょっと捕まえようぜ。イエイ、レース入手。あそこが第二拠点かなんかだったよね。とりあえず入れるのかな。そこもね、あそこも気になるよね。おっと終わっちゃった。はい、じゃあここから歩いて敵と戦いながら、ストライカーがいたら買っちゃいましょう。入れたら入れたらいいしね。トグはまあ1回戦としようか。どうでしょう、いきなり来るか。お、なんかすごい音。おお、はい、ちょっと入れ替えたいな。まあいいや、もう一回戦闘しましょう。あそこのとこどうなの。おっと奇襲が、不意打ち。お、いきなりストライカー来たんじゃない。目標達成、いきなり目標達成しちゃいました。よし、終わっちゃったね。終わっちゃったんですけど、まあついでなんでチョコも乗っちゃって、一応こういうとこに入れるかどうか確認しましょうか。いけないですね。待って、チョコボ、チョコボ待って、チョコボオス入手。ちょっと待って、いけないとして、さっきのあそこには入れんだよね。 OK、 じゃあ一回ここのとこを入ってみましょう。チェック。ねえ、はいはい、おお、一応頼むありますね。ちょっと話聞いてみましょうか。精神を集中して書く、考えるな、感じろ。大丈夫、みんな、これ見ないでくれよ。横で見られると緊張してうまく描けなくなっちゃうよ。どうしたの、大人が変なことしてるの。なるほどね。ジュレッカーの塔をイメージして作ったらしいわ。なるほどね。アギト、なんかふう、風雷の試練的な、なんかあんのかな。そういうことで、まあとりあえずお金結構いっぱいあるから、これの意味がわかんねえんだ。なんかプライベートルームとかの、なんかあるのかな。ちょっと手前お兄さん、ピンスマ海岸はトグアから南へ行き、チョコボで浅瀬を渡った先にあるよ。行くなら気をつけて。
なるほどね。私には夢がある。それはこの町をオリエンス一の町にすることだ。人の数も住みやすさも、ここに住む人間の結束力も。なるほど。なるほど。やばそうだね。51の地震のある時に受けてください。またね。怖いこと言うね。これがなんか裏の声を殺してくれ。一般の者に知られるわけにはいかねえ。なるほどね。What? Oh yeah。 まあそんな感じでね。特にあとあなた怪しいね。なるほどね。わかったよ。とりあえずちょっとなんかリザーブメンバー入れ替えしましょうか。ジャック、ケイちゃん、クイーンもな、セブンも結構ね、序盤使ってましたよね。これがあれだからね。か、ちょっとこの辺上げとくか、優先順位。キングちゃんはね、いいよね。デュースちゃんも回復めっちゃいい感じなんで。ジャック鍛えるか。メンズ2人で。こんな感じで。で、ここ出て、ちょっとチョコボで、ちょっとチョコボで、アタックで、いくぜ。浅瀬うんぬんみたいな。いけねえじゃん。南に行って、ちょっと待って、世界地図確認しましょう。なんだ？インスマ地方。まあいいや、もう一回戻る。エイボン。おっと、霧出てきた。あ、こっちにもなんかあったよね、作戦の時に。おっと、なんか赤ネムいるよ。怖いね。よっしゃ、捕まえた。まあ別にね、死んでもね、あれだからね。ちょっと赤いの触っていきましょうか。これ何ですかね、これ。これやばいよ、明らかにごついぞ。でも一回当たってみよう。怖いけど。 What the fuck? 戦闘開始。モールボールだ。ほらほら、やべえぞ。勝てるのか。無理だ、99だもん。おいおい、一撃じゃねえか。ざまないね。ざまないね。ボロボロ去っていった。なるほどね。いるんだね。あんま分かんなかったけど、とりあえずリザーブ、エイスちゃんで、ちょっと乗って離れようと。ちょっと危ない。え、なんだ今、ちょっと見えたね。びっくりマーク、びっくりマークじゃないか。まあちょっと探索しようよね。51の敵ならなんとか勝てるのかね。そんな気はするよね。ここがあれだよね、さっき入れたかったとこで。ちょっと
逃げんなよ。逃げんなし。もっと明るくなった。ここも気になったよね、作戦中ね。まだいけない。捕まえたん。捕まえたん。イエイ。メス。ちょっと、この正面に見えるところだよね、きっとね。だから向こうからぐるっと回ってこなきゃいけないってことでしょ。そろそろチョコも切れるな。はい、マップ切り替わる。まあ、とりあえず行ってみようよ。もっとチョコも食べた。またすぐ乗っちゃおうぜ。タック。インスマン。What? インスマン。いけるんだよ、これきっと。浅瀬があるなんて。いけねえじゃねえかよ。いけねえじゃねえかよ。あ、向こう。これ多分めっちゃ強いですよね。これもなんか雨の日だけに現れる中。とりあえずここ渡って。まあ、一回ちょっと戦ってみるか。ね、そうしよう、そうしよう。さっきの、スライムみたいなやつ、一回戦闘してみたいけどね。いるよね。まあ、明らかに強そうなんで。で、明らかにあそこのなんかちょっと、もっこりしてるとこがちょっと気になるんで、ここの辺でちょっと降りて、買ってみようぜ。よし、じゃあ降ります。50とか言ったからな。めっちゃ強いぞ、きっと。インスマ海岸。おっと、切り替わりますね。あ、戦闘か。51とか言ったから。あ、これね。てっていてっ、めっちゃ強いじゃないか。これでも食らえ。ショーダウン。これでも食らえ。おいおいおい。ショーダウン。やばいやばい、逃げろ。全員投入で。てかメインメンバーがいないのが辛いよね。これでも食らえ。ガンガン出して。あ、いけるかもしれない。やばい、キャノン。これでも食らえ。やば、きついよ。これ去っていくとかないのかな。もしかしてヤバめ、全滅的な感じ。さっきセーブしとけばよかったね。交代する。お任せください。やっべえよ。
やっぱ全滅しちゃった。ダメだダメだ。終わっちゃった。まあそんな感じでいろいろ勉強できましたね。まあだからとりあえず出てですね、入ってですね、いやーやっぱちょっとここの出口のとこでレベル51ぐらいのクエストがあったんですけど、やっぱあれもきついってことですよね。51の敵であんだけきつかったってことはね。まあいいや、とりあえず今回はねここで終わります。次回はねさっき倒したストライカーを倒してきて無謀なことをせずに戻ってきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。